おいっすー、のぶひめだよー。ひひ、今日はね、たまには私も家臣の悩みでも聞いてやろうと思って、私の圧倒的なカリスマ性をあんたに見せつけようと思ってお悩み相談企画を決行することにしたわー。まあ、私に相談すればどんな悩みも余裕のよっちゃいかってやつよ。ってことで、お悩み相談に答えていくわよ。最近僕の住んでるアパートの隣室からホラガイの音が鳴りやみません。どうしたらいいですか？私のおかげでね、どうやらボイパガイがね、いろんなところで流行ってるよね。ありがたい話よね。だからね、もうね、共鳴するしかないよね。だからあのブワーって聞こえたらもうブワーって返すしかないよね。そしたらあのブワーブワーってハーモニーが生まれて、それはそれは素晴らしい空間になるだろうから、ボイパガイをね、流行らせて臨床しなさい。いいわね。わかった。最近いろいろとやる気が出なくて困ってます。姫はやる気をどうやってモチベーション上げたり、やる気を出したりしてますか？お米食べろ！お米食べろ！しじみがドゥルルって言ってんだ！富士山だ！今日からお前は富士山だ！ピザが食べたい！お米食べろ！のぶひめちゃんが好きすぎてハゲそうなんですけど、どうしたらいいですか？いやもうハゲとるやないかい！私は今年高校を卒業して映画俳優を目指しています。しかし親や周りからは大学に行って就職した方がいいと言われてます。自分を突き通すべきでしょうか、曲げるべきでしょうか。あと質問なんですけど、肖像画のあれ続けていいですか？嫌ならやめます。全然続けていいよ、問題ないよ。自分を突き通すべきか曲げるべきかって話なんだけど、これすっごい難しい。これすっごい難しいの。でもね、大学に行くっていうことは大学を出るっていうステータスに一つなるから、それはそれでありだと思うの。それはそれとしてってやつなんだけど、やりたいことをやるのも一つの道。大学は最悪いつでも行けるから、やりたいことをね、本当にやりたいんだったら今やるべき。でも大学も一つのステータスになるから、もう自分の後悔しない道を選びなさい。いいわね。僕はセミのモノマネ日本一なんですが、かっこいきりかっこ閉じ、超地味だと言われます。セミのイメージを陽キャラにするにはどうすればいいですか？あー、セミね、セミね、なんかね、あの、まあしょうがないね、まあしょうがない、なんか陰キャっぽいのはまずしょうがないんだけど、でもね、セミだってね、もうミン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 めっちゃパリピじゃん。あんだけパリピなやついないと思うんだけどね。陰キャラからね、陽キャラにね、変身するにはね、女子高生よ、 JK よ、 JK を狙うのよ。だからデコセミとかして、あれセミをね、可愛くデコってスマホケースとかにつければいいんじゃない？あのだからショコタンがさ、服とかにこうやってつけるじゃん、セミの抜け殻。あんな感じ、どん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 若い層を取り込むのよ。ゆるキャラみたいなの作って、すごい可愛い感じデフォルメすれば絶対売れるから、いいわね。そんな感じで頑張って、あんたも生きていきなさい。姫様、動画のために顔大きくなってきてません？気のせいですよね。よく気づいたじゃない。これね、実はね、動画のたびにね、数ミリ単位 0.01 ミリ単位でね、大きくなってることにね、あなたはようやく気づいてしまったよね。産地チェックです。そんなわけないじゃん、そんなわけないじゃん。そんなさ、地球の大陸がさ、ちょっとずつちょっとずつ近づいてってるみたいな、そんなわけねえから。お、まっか、もう そんなわけないでしょ。勘違いしないでよね。信姫様に変態と言われてからというもの、夜も7時間しか眠れません。助けてください。あんた、どうしようもない変態ね、どうしようもない健康体ね。7時間って正常じゃん。じゃあもうあんたはあれよ、倍寝なさい、倍寝なさい、14時間寝なさい。14時間寝て起きて私の動画見てさらに寝なさい。いいわね。夢にまで私を見なさい。完璧ね。信姫様が戦国武将ではなく戦国芸人に見えます。これは信姫様が幻覚を見せてるのですか？お前はいつから私が戦国武将だと錯覚していた？ツイッターのカバー画像のこと、いつも動画の最後に出てくる画像の子が可愛いんですが、誰ですか？あれも私だから、あれ私だから、あのね、持ってるのスノーで撮ってるから、スノーで、あのね、最新戦術を取り入れるのもね、オダビューだから。いつものよね、もうね、先輩可愛かったからちょっと気づかなかったかな。あれもね、また私なの。みんなそうやってやってるから、アーシャってやつは、アーシャってやつはね、ちょっとね、可愛くもっと見せてるのよ。可愛いでしょあれ。とまあここまでね、悩み相談いろいろみんなしてくれたわけだけど、これからもね、定期的にあんたたちの悩みに答えていきたいわけよ。もうね、それがね、私の投資としての役目だから。だからまた悩み事があったら私にドーンと気軽に聞いてきなさい。じゃあ次の動画もまた見なさいよね。バイバーイ。